皆さんこんにちは、ちょこです。今日は実はこちらのビデオを撮る前にですね、週末の肌に負担のかからないこちらのメイクですねを紹介するビデオを撮っています。そして今からですね、日焼け止めのお話、そしてまたできればですね、違うビデオをもう一本撮って、スキンケアについても少しお話ししたいと思います。実はですね、YouTube を始めるときにですね、ノートを取って皆さんにお伝えしたいことをですね、書き留めていたんですが、そちらの方が実はこちら今現在3冊あります。特にこう分けているわけではないんですが、スキンケアですねについて、そしてその成分、日焼け止めですね、その他もろもろなどをこう分けて書いてはいるんですけど、まだまだですね、お伝えしたいことがたくさんあります。特にスキンケアや日焼け止めですね。まずは日焼け止めについてです。日焼け止めは私のビデオでは成分などについても説明しているんですが、私もですね、まだまだ勉強中です。なのでこうアップデートするたびに皆さんにはこうお伝えしていきたいと思ってます。日焼け止めというのは2種類になっています。一つはケミカル系ですね。そしてもう一つはフィジカル系。フィジカル系というのは2つの成分、タイテニアムディオキサイドとジンクオキサイドという成分からなっています。フィジカル系というのは紫外線散乱剤といって、肌がありますよね、そちらに紫外線が当たった時にそれを跳ね返すという働きをします。それに対してケミカル系ですね。ケミカル系というのはいろいろな化学成分からなっているんですが、こちらの方は紫外線吸収剤といって、肌があるところに紫外線が当たりますよね、そちらを吸収して違う成分に変えて拡散させる働きをします。フィジカルサンスクリーンのタイテニアムディオキサイドというのは日本語で酸化チタン、そしてジンクオキサイドというのは酸化亜鉛と言います。こちらの2つの成分ですね、肌につけるとこう白くなるというのがちょっとネガティブな点なんですが、今現在はですね、この白くなるというのがかなりなくなってきているということなんですね。一般的にはこちらのフィジカル系のサンスクリーンですね、日焼け止めというのは肌に負担が少ないとされています。ごくまれに私のようにフィジカル系のサンスクリーンですね、特にタイテニアムディオキサイドの方に少し反応してしまうんですが、ジンクオキサイドの方ですね、そちらの方は赤ちゃんのおむつかぶれなどを治すクリームなどにも含まれているので、タイテニアムディオキサイド、酸化チタンよりもさらに優しい成分となっています。ですのでお子様ですねには特にフィジカル系のサンスクリーンがおすすめなんですが、肌の弱いお子様に関してはジンクオキサイドですね、そちらの方の日焼け止めを特におすすめします。そしてケミカルサンスクリーンの方です。ケミカルサンスクリーンの方はかなりこう反対派の方も多いんですね。化学成分ということで安定しないことがあったんですね。なので肌にとても負担をかけてしまうということだったんですが、今はですね、化学も進んでいまして、肌に負担のかからない安定した成分を組み合わせることによって、とてもいいケミカルサンスクリーンも出ています。ただやはりこう肌質によってかなりこうお好みの方が変わるので、じゃあ皆さんにはどれがいいというものもなかなか言えないんですが、ビオレですね、ビオレとかも、成分の方を見るとケミカル系の成分が結構多いので、日本の方でビオレなんかも肌に使える方というのはケミカル系でも多分大丈夫だと思います。特にケミカル系ではアボベンゾンという成分は安定していて肌には負担がかからないということで、ケミカル系のサンスクリーンには結構多く含まれています。ではケミカル系で今現在ですね、2つの成分、オキシベンゾンとオクチノキサートというそうです。ハワイはですね、こちらの2つの成分はサンゴに影響を及ぼすということで使用が禁止されている成分です。こちらの成分、
環境ホルモンなどにも影響を及ぼすということで、人間自体にもですね、なるべく使わない成分とされています。オキシベンゾンの方ですね、別名ではベンゾフェノン誘導体と名前を書いて書いてあることがあります。そしてオクティノセートですね、オクチノキサート、こちらの方は別名ではメトキシ系ヒ酸オクチル、そしてもう一つがですね、メトキシ系ヒ素エチルヘクシルというふうな別名もあるそうです。なのでこうお手持ちのサンスクリーンやまたはお買い求めになるときにこちらの方を見ていただくといいと思います。20年前と今と比べては紫外線の強さというのはオゾン層のが薄くなっているということで、かなり影響の方は強くなっています。なので冬になって日焼け止めが必要ないということはまずないです。あとですね、お家の中にいるときに日焼け止めをつけたくないという方も多いんですが、お家の中にいるからといって紫外線の影響がないわけではないので、お家にいる時でもつけていただきたいと思います。日本の方もですね、シアトルの方もかなりお天気の方はこう真夏を過ぎてこう秋に向かっている感じなんですが、紫外線の方はですねまだまだ強いです。ですので日焼け止めは油断せずに使っていただきたいと思います。そして日中ですね、参考にしていただきたいんですが、太陽の下に出た時ですね、影を見ていただいて、その自分の影がですね長い時は意外に紫外線というものは、短いよりは弱いということになります。そしてその影が自分に近く短く映っている時は紫外線がかなり強いと思ってください。なのでそのようなこう変化を見ていただいて、日中の紫外線の強さというものを影によって知ることも大切だと思います。そして紫外線はですね、目からも吸収されると言われています。できれば日中紫外線の強い時間帯はサングラスをかけることをお勧めします。サンスクリーン、日焼け止めについては他のビデオでも SPF やPA についての説明はしているんですが、こちらの日焼け止めですね、例えば SPF30、SPF50 ですね、こちらを肌にのせる時の使用量というのはティースプーンの4分の1ですね、 1.25ml ですねが適量とされています。そして体につける量としてはショットグラスですね、このようなティースプーンですね。ちなみにこちらキッチンエイドのものなんですが、こちらこの量ですね、この1杯が 1.25ml、 こちらの量が顔全体とそして首につけることによって初めてその SPF30 の威力を発揮するということになります。こちらの方かなりの量なんですね。ですのでファンデーションに入っている日焼け止め成分が期待できないというのは、もしもですね日焼け止めをつけずにファンデーションだけをつける場合はこちらの量をつける必要があります。顔全体に1ポンプまたは2ポンプなんですが、こちらは多分4ポンプから5ポンプです。そちらを顔全体につけなければ日焼け止め成分としては成り立っていないということになります。ですのでやはりファンデーションの中に日焼け止めが入っているからといってこの量を使わない限りは、やはりその前に日焼け止めをつけていただく必要があります。すいません、ちょっとご近所の方でお家をこう直している方がいらっしゃって、コンコン音が入ると思うんですが、すいません、しばらく続くと思います。かなりちょっと危険な発言なんですが、今現在美容業界ですね、化学成分などで考えても肌の中にあるエラスチンやコラーゲン、これらを増やすというような商品はありません。オーディナリーさんの化粧品も
すごく安くていいものもたくさんあるんですね。で、私も結構好きな商品が何点かはあります。原液系などはすごくいいと言われているんですが、こちらの成分というのはですね、肌の表面、そしてちょっとその下ら辺ですね、浸透性がいいと言ってもそこまでの浸透性になります。エラスチンやコラーゲンが生成されているところというのは肌が何層もありますよね。その最後の方になるんですね。そこまで行き着くという成分というのは存在しないんですね。こちらのコラーゲンやエラスチンですね、肌の深い部分に影響を与えるというのは紫外線 UVA ですね、そちらやあと電磁波、携帯などもそれぞれ電気製品などは電磁波が発生しています。そして食べるものですね、それらによって破壊されてしまう可能性があります。エラスチンですねやコラーゲンというものは10代後半からですね、少しずつ減っているのが現状です。どん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 こう年を重ねるにつれて減っていくんですが、それをですね避けることはできなくても、老化のプロセスを遅くさせることはできます。その一つとして一番大切なのが、私は日焼け止めだと思っています。普段の基礎化粧品なんかも角質層などのこう代謝などをこうスムーズに行うものなどを使うことも大切なんですが、エラスチン、そしてコラーゲンですね、これらを守れるというのは日焼け止めだと思ってます。年齢に限らず今からでもですね、日焼け止めの方は習慣性をつけて使用していただきたいと思います。SPF の値が上がるにつれて肌に負担がかかるというのは本当のことなんですね。なんですが、やはり私的には SPF30 以上は使っていただきたいと思います。スキンケアで肌に有効な成分ですね、ビタミン C です。肌の酸化を防ぐものです。こちらの方は特に日中つけていただくと効果的なんですが、こちらを使用するときに必ず注意されるのが、日焼け止めを必ずつけるということになります。そしてビタミン C の美容成分ですね、最近はですね、このビタミン C にビタミン E 成分が一緒に入っていると、そのビタミン C の効果をさらに上げるということになります。あとですね、ビタミン C でちょっと肌が乾燥してしまう方もいるんですが、ビタミン E が混ざることによってその乾燥が防げるということになります。私はですね、残念ながらビタミン C は肌が荒れやすいんですね。かなりこう難しい肌なのでビタミン C 系は使えません。なんですが、日焼け止めにですね、最近はこのビタミン C やビタミン E が入っているものなどもあるので、私のように原液系でビタミン C が使えないという方は、こう微量のですねビタミン C、 そしてビタミン E などが含まれた日焼け止めを使うのもいいと思います。私が今現在ですね見つけたのは一つなんですが、リサーチをして皆さんにご紹介したいと思います。今日は日焼け止めについてご説明させていただきました。本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまた。